も同じこと考えてた。だってどこにも居場所のない。中さん、はい、ようこそいらっしゃいました。すごい人ですね。いやすごいですね。みんなこんにちは、ありがとうございます。さあ神田さん、はい、おもちゃショーにいらっしゃるのは初めてでいらっしゃいますか？そうなんですよ。そうなんですね。これは楽しいですね。すごくテンションが上がってます。うん、もうみんなキラキラした顔で ね来てくれてますもんね。ありがとうございます。神田さん、はい、アナと雪の女王今大ヒットしてますけれど、はい、主役を務められた神田さんご自身としては、はい、これだけ幅広い世代の方から支持を得ているというのは、はい、どんなお気持ちなんですか？そうですね、アナの公開前にもいろんな地方を回ってこうやって皆さんの前で歌ったりお話ししたりしてきたんですけど、まあ、どこに行ってももう本当に老若男女といった感じでお子さんから親御さんまでたくさんの方に愛されてるなというのを感じますね。また今日もさらにまだまだね、現在進行形で愛されてるのかなと思いますね。本当ですね、はい。でも神田さんは普段ミュージカルなどでもご活躍されてますが、はいはい、アナと雪の女王はアニメで、はい、さらに吹き替えのミュージカルということで、はい、また違ったご苦労があったんじゃないかなと思うんですが、苦労みたいなものは本当に全然なくって、アフレコの時も、まあ、アフレコの時私一人だったんですけど、まあ、強いて言うならそれですかね。寂しかったです。そうなんですね。、はい、でもとってもキュートなアナが、ね、出来上がりましたよね。はい、さあ神田さん、はい、今日は会場に来てくださってる皆さんに、はい、素敵なプレゼントがあるって聞いてるんですが。はい、そうなんですよ。まあ、せっかくのねこんな熱気のおもちゃショーなので、私も今日はですね、アナと雪の女王の中のですね、私も歌わせてもらった曲、生まれて初めてを歌わせていただこうかと思っております。おー、ありがとうございます。みんな聞いてくれますか？みんなもちろんだよね。楽しみですね。それではご準備よろしくお願いいたします。はいはい、といっても全然ここで立つだけなんですけどね。はい。まともとはもう空いてるなんて久しぶりなの。お皿もこんなにたくさん閉ざされてた部屋も、お祝いのために綺麗に飾られて、まるで違う場所で不思議な気持ち、この時を夢見てた。そう生まれて初めて音楽に乗り、生まれて初めて踊り明かすの。嬉しすぎて私舞い上がりそう。もう一人じゃないの、夢のよう。神田さん、どうもありがとうございました。